もう競馬予想チャンネルのたけしです、えー、ちょっと風邪をひいてしまったのか喉が痛いんですけども今回は神戸新聞杯とオールカンの予想、えー、2本ですね1つの動画でやっていきたいと思いますでちょっと長くなってしまうのでまた途中で簡単なマジックをしたいと思いますのでよかったらそちらも合わせてご覧くださいではまずは神戸新聞杯の予想からいきましょう、えー、では神戸新聞杯のデータから見ていきましょう 実はさっきのオープニングだけ昨日撮影しておいたんですけど1日経ってノートの痛みがより増しましてちょっと聞きづらい声かと思いますがご了承ください、えー、ではまず1点目ですが一番人気が圧倒的な傾向過去10年一番人気は7勝で副勝率90%と非常に熱いです2点目が連体験も比較的硬めの決着過去10年で生まれんの 最高配当が52倍ということで、まあちょっと穴は厳しいかなという印象です。さて目が枠順による有利不利は少ない傾向。枠順別で言うとトップは5枠で、えー、3勝、副勝率が35%となっています。えー、続いて、ローテその他のポイント。まあ、当然ながら前走がダービーだった馬。 ダービーで連帯している馬は特に信頼性が高くて連帯率90%以上となっていますそして前走4コーナー10番手以下だった馬該当馬は副勝率35%とこれも高いです最後が3走前までに2番人気で連帯していた馬これはまあ重傷という条件がつくんですけど該当馬が3年連続で優勝中です 以上を踏まえて今回何したかというとワグネリアンでいきます。えー、確かに皐月賞の着順でちょっと評価を落として今回も疑問視する声はあると思うんですがそれ以外は連体験外していませんしもともとは安定していた馬ですダービーは大外枠から好意を取りに行っての競馬で着差見た目以上に強い内容だったと思います ダービー馬とはいえ決闘を踏まえれば正直個人的には2400はベストではないと思っていますしこの厩舎はあの春のシュバルグランの大阪杯だったりこのマグネイアンの皐月賞だったり狙ってる本番前のレースはあまり正直仕上げてこない印象もあるんですけどそれを差し引いてもここでは力が違うと信じて軸にしたいと思いますそしてひも候補の馬ですが1投目が名将鉄結 2走前の白百合ステイクスは確かに内前有利のトラックバイアスは発生していたんですがサラキアを寄せ付けなかった0.5秒差つけた内容は強いと思いますここも短期ですんなり行かせてもらえれば粘り込みがあっていいと思います続いてゴーホザサミット前走の札幌記念はさすがに小バの1000級相手で部が悪かったと思いますただしエタリオ以下を完封した青葉賞の走りができれば 馬券圏内突入もあると思います最後にエポカ道路、まあ、この馬はもう説明不要の <laughs> 実力上位だと思いますが、まあ、来たらちょっと配当的につまんないとは思いますが無視するのはできないのでさすがに買いますということで馬券を買うなら馬連ワイドでこちらの通り。まり、あ、ただ今言った通り資金配分をしっかり行わないと取り紙になると思いますもしくは馬連かワイドどちらかだけ 買っていいいくのもありだと思いますはいえー、ではちょっとブレイクタイムということでマジックをやっていきたいと思います。で今日用意したのは、えー、簡単なチェーンとリングですね。でこの2つを一瞬で絡ませるというマジックをしたいと思うんですが、えー、まず、まあ、こういう風に当然して、えー、今絡んでない状態ですねこれを、えー、本当に誰も仕掛けもないのでちょっとひねったりしたところで。 もうすぐ外れてしまいますこれを一瞬でいよいよ絡ませたいと思いますえ、それでは行きたいと思います321はいということで、えー、簡単なマジックでありましたがお楽しみいただきましたでしょうかでは続いてオールカマーの予想ですそれでは続いてオールカマーのデータ分析からです一点目が一番人気が強い傾向 1一番人気は3勝で副勝率80%とこちらも高いです2点目が1着2着は固め決着が多い過去10年生まれん配当が20倍を超えたのは2回だけということでこのレースも穴はノーカマーと言ってもいいぐらいの硬いレースですねそして3点目1着は外枠から出ている傾向5枠から7枠で7勝を挙げておりまして え非常に、まあ、どちらかというと単勝なら外枠という感じですただ2から3枠も副勝率自体は30%あるので今年は小当数ということもあってそこまで気にしなくていいと思います、えー、続いてローテその他のポイントまず前走が G1 だった馬特に宝塚記念を使ってきた馬は副勝率57%です2点目が前走が多頭数の競馬だった馬 前走15頭立て以上の競馬だった馬は復勝率30%です最後が4から6歳馬に注目6歳まではそこそこいい数値なんですが7歳を超えると途端に復勝率が下がって15%以下となりますので要注意です以上を踏まえて今回の軸はレーディオーロでいきます年明けに戦が不甲斐ないせいで ちょっと評価を落としていますが、京都記念は道悪そして折り合いに苦労した分もあります。ドバイは初の海外遠征ということもあって、仕方のない結果だと割り切りたいと思います。昨年のダービーやジャパンカップの走りを見ても、明らかにここでは実力上位ですし、もともと中山も得意にしているコースです。確かに本番は先かもしれませんが、さすがに和剣圏内は外さないと見て、軸に据えます。 そして紐候補の馬たちは、えー、ちょっと今回固めになってしまいましたが、ダンビュライト、えー、実力的には十分強い、実力的にも十分強いんですが、何より2200の適性が高いと思います。好位から早め抜け出しの競馬ができれば、勝利もあっていいと思います。2投目がアルワイン、サスキ賞セントライト記念と中山では崩れ知らずです。好位からの手堅い競馬運びを魅力で ここは相手筆頭に買ってみたいと思います最後はブラックバゴ古くはホープフルステークスの2着など重賞実績もありますし半年ぶりを叩いて前進を期待したいところです弦を買うならこちらの3点をいきたいと思いますまあただ人気上位強力で穴目はあまり期待できそうにないですね今週はおとなしく片目を買うかいわゆる バーケンドクロートの言葉を借りると剣のレースで、まあ、見るレースかなと思いますということで今回は2レース分の予想をしていきましたちょっと荒れそうにないのは残念なんですけど、えー、有力馬が帰ってきますのでその辺を楽しみに見たいと思いますでは今回も動画を最後までご覧いただいてありがとうございましたではまた